地の底力今日も堂々勝利の大行進空を焦がした真っ赤な炎は正義を守るかがり火だ弱い相手はもう飽きた強い相手はどこにいる我ら最強我ら最強最強マシンロボ我ら最強我ら最強最強マシンここはクロノス星三大景観の一つエリゾナ地方である。他では見られない珍種の草花が500以上はあると言われている。助けてくれ。だがその美しさの裏には危険をはらんでいるものも少なくない。ヤンドラーから来た男。この地方で栄える町クリフトンを目前にしてレイナはジムと離れて単独行動に出ていた。お嬢様レイナお嬢様お嬢様困ったな一体どこへ行ってしまったんだろうレイナお嬢様ジムには悪いけど、たまには一人でいい気分を味わいたいわ。ごめんね、ジム。あ、クロノソフィアだわ。大変だ。あの煙は、まさかレイナたちの身に何か。こうしちゃいられないぜ。行こう。よっしゃ！やったな。ああ、これで奴もクレイと同じ運命をたどることになるだろう。ギャンドラに我々の遺跡を奪われてたまるか。何人来ようとも我々の手で遺跡を守り抜くんだ。おう！穴に落ちてしまったんだわ。どうしよう。さあ、今のうちに逃げるんだ。ここの花は確かに美しいけど、ロマンチックな気分にはさせてくれないぜ。見ての通り、こいつらはいくらやっつけてもすぐに再生しやがる。まあ幸い食うのが遅いらしく、未だにこの状態さ。動けないの？相当俺のことを好いてるらしくてな。動こうとすると余計に締め付けるんだ。あなたもあの爆弾で？ああ、爆弾といい花の化け物といい今日はついてないぜ、まったく。私たちどうなるのかしら。さあ、俺はこのままオダブツで、あんたはそこでミイラさ。冗談だよ。俺はあんたを助けるぜ。どんなことをしてもな。あなたは？俺のことはいい。とにかくあんたがまず外へ出るんだ。でも、どうやって。まあ、見てな。俺の足はロケット噴射装置がついてる。そいつを使ってこの穴から出るんだ。はい。よし、その赤いコードと青いコードをつなぐんだ。そうすればロケット噴射装置が作動する。はい。
けを呼んでくるから。そいつはありがたい。できれば俺が花になっちまないうちに願いたいな。必ず必ず戻ってくるから、死んじゃ嫌よ。絶対に死なないでください。お前がついていながらどういうことなんだ、ジム。申し訳ございません。ちょっと目を離した隙にどこかへ行ってしまわれて。兄さん！レイナ、どこ行ってたんだ。レイナ、心配したぞ。後で謝るから、それよりも兄さん、すぐに来てほしいの。何かあったのか。お願い、急いで。妹から話は聞いた。大丈夫か。これが大丈夫に見えるか。これで脱出したのか。あの人は自分の傷口を広げてまで私にこれを。安心しろレイナ、すぐに助ける。よし、ここは俺に任せろ。なかなか手強いやつだ。簡単に死んでくれる相手ならこんなところに長居はしてねえよ。恐るべき再生能力だ。ならば捕まれ、ブルーパワー。よせ、これ以上やったら右足もちぎれてしまう。何か方法はないの、兄さん。花を殺すこともできず、引っ張り上げることもできないとなると、たった一つだけ方法がある。どうすればいいの、兄さん。誰かがここへ飛び込む。そうですね。え、そうだ。あの花は他の侵入者が入った時、そいつを飲み込もうとしてほんの一瞬だけ隙を見せるはずだ。だから誰かがおとりになって奴らの注意を引きつけている間に。しかしそれは危険な賭けです。ロム、ならオイラが。あ、レイナ、ルチャだ。今だ。今のうちに。やったわ。よかった。ありがとう。君がいなかったらレイナは今頃。何ではいいさ、こっちも助けられたんだから。でも森を攻撃した奴ら一体何者なんだ。さあな、少なくとも自然保護の団体じゃなさそう。兄さん、いかん、すぐに傷の手当て。怪我人は。ここです。これはひどい。すぐに町の病院へ運ばなければ。わかりました。ジム、レイナと一緒に町の病院へ行ってくれ。え、わかりました。さあお嬢様、参りましょう。兄さんは。俺たちはもう少しこの辺を調べてみる。レイナたちを襲った奴らがどうも気にかかるんでな。わかったわ、兄さん。よし、行ってくれ。ひょっとしたらレイナちゃんたちを襲った奴らはギャンドラーかもしれん。可能性はあるな。とにかくこの辺り一帯を調べてみよう。よし。よっしゃ。ここクリフトンの人々は辺り一面に繁殖する草花を加工し、貴重な薬品を作り続けているのである。全てを清く洗い流す。たとえ悪に生きた貴様たちでも、流れで身を清めれば素晴らしい未来があるだろう。人それを改心と呼ぶ。誰だお前は。貴様らに名乗る名前はない。ふざけやがって降りてこい。
空中神拳瞬殺拳。おい、しっかりしろ。しっかりするんだ。気がついたのね。しばらくの間休んでればすぐ元通りになるって。なぜ飛び込んだ？危険だと分かってて。当たり前のことをしただけです。当たり前？あなたは自分を犠牲にして私を助けてくれたわ。私も命を懸けて当然です。俺が助けたのは自分が助かるためだとしたら。え？自分が助かるにはそうするしかなかった。君が助けを連れてくることまで計算していたとしたら。たとえそうでも命の恩人であることには変わりないわ。レイナ、先生を早く呼んできてくれ。兄さん。こいつだ。え？森で攻撃してきたのはこいつらだ。おいおい、この人はギャンドラーに殺されそうになったんだぜ。間違いない。あんたの妹もこいつらのおかげで命を落とすところだったんだぞ。早いところ殺してしまうんだな。そうはいかんさ。意識が戻るのを待って事情を聞いてみないことにはな。兄さんの言う通りだわ。レイナ、奴は俺たちを殺そうとしたんだぞ。たとえそうでもギャンドラーに襲われていたのよ。それに彼は傷を負ってるわ。彼は敵かもしれない。でも傷ついた人を殺すわけにはいきません。疑わしきは罰せずです。疑わしきは罰せずか。兄さん、クレイがいないの。何？どうして急に？まだ傷だって感知していないのに。レイナ、彼には彼の事情がある。いつまでも一緒というわけにはいくまい。せめてさよならぐらい言いたかったわ。大変だ。変な奴らに囲まれてるぜ。なんだって？奴らだ。やつまえ。なぜ俺たちを狙うのだ？貴様らが俺たちの仲間を殺そうとしたからだ。俺たちが？いや、それは違う。変問答無用。危ない。この者たちは少なくともギャンドラーではない。戦って倒すことが許されるのだろうか。やっちまえ。やめるんだ。バトルロック。彼らは敵ではない。私をギャンドラーから救ってくれた命の恩人だ。やっと誤解が解けたようだな。どうぞ私の首をおはねください。え？仲間の恩人を敵だと早合点し、とんだ無礼を犯した罪です。無意味な殺生はしません。もういいのです。しかし。それよりあなた方に聞かねばならぬことがあります。森を攻撃したのはなぜですか？おかげで若い男が死にかけるところでした。幸い男は我々が助けて無事だったが。何ですって？あなた方はクレイを助けたのですか？彼を知っているの？なんということを。一体どういうことなんだ？あの男クレイはギャンドラーから来た破壊コマンダーなのです。何ですって？え？デビルロッククレイは岩石超人の町ゾランの遺跡を破壊するためにギャンドラーから派遣されたコマンダーであった。ギャンドラーの狙いは遺跡の下に隠されているエネルギー資源の獲得である。いち早くそれを知った岩石超人たちはバトルロックをはじめとするエージェントを派遣してクレイに攻撃を仕掛けたのである。なんてこった。オイラたちはギャンドラーを助けちまったのか？クレイ。ゲルバーよ、お前の相棒クレイはどうなったのだ？は、
相当道草を食ったようですが来ました。ガデス様、今さら言うまでもないが、貴様らの任務は岩石超人の町にあるゾランの遺跡を叩き潰すことにある。成功すればガデス様、ハイリビード獲得も時間の問題。我々にお任せください。私のアルファエネルギーとクレイのベータエネルギーが一つになればこの世に怖いものなど存在しません。よいか、ゲルバ、クレイ、疑わしきは殺せ、殺すのだ。行け、ガデス様。責任は私たちにあります。必ずクレイを倒し、ゾランの遺跡を守ります。兄さん、クレイがそんなことを。レイナ、忘れるな。これが我々に与えられた使命なのだ。来た、奴らが来たぞ。よし、行くぞ。ジェット、ドリル。よし、よっしゃ。キャー、バカメガアルファビーム。クレイ、さあベータビーム。クレイ、ベータビーム。うわそう、それでいいんだクレイ。アルファビーム。レイナ、クレイ、しっかりして。クレイ、バカめが敵に情けをかけおって、キャバ者は殺す。待て、この俺が相手だ。己、暗黒造影剣。ならば、潜入。光のエネルギーが頂点に達すると、剣狼は次元の壁を越えて剣竜を呼び寄せるのである。ロムは剣竜と合心することにより、その力を数十倍に発揮することができるようになるのだ。闇あるところ光あり、悪あるところ正義あり、天空よりの使者、剣竜参上。ちょわどれが本物なんだ。しっかりしてクレイ。俺は大丈夫だレイナ、すまなかった。俺は君を騙していたんだ。クレイ、なぜ私を助けたの。君のおかげで何かが俺の心の中で。クレイ、クレイ、あの技を破る方法はないの。ゲルバーの造影剣はアルファエネルギーの作用によって自分の影を無数に増やしているんだ。アルファエネルギー。俺のベータビームなら奴の秘剣に勝てるんだが。え、俺のベータビームはアルファエネルギーが作用している部分の全てのものを一瞬にして消滅させるんだ。奴の幻影も同様だ。クレイ、ギャンドラーを裏切った貴様にはベータエネルギーはありません。悪の道を捨てたお前などただのふぬけだ。レイナ、君の力を俺に貸してくれ。火よ水よ、我に力を与えたまえ。パイルフォー
意志を受け、天狼が空中で光となり、時を超え、次元を超え、ファイルフォーメーションは完成する。バイカンフーは地上全てのエネルギーとシンクロし、自然現象さえも変えるパワーを出すことが可能となるのだ。バイカンフー二度三だ。そんなバカな、正体見破ったり。おい、逃げろ！クレイ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 、しっかりして！クレイ、すぐ病院へ！ダメなんだ、レイナ。俺の体は悪の体なんだ。そこへ君の正義のエネルギーを宿してしまった。もう俺は…クレイ！おかげでゾランの遺跡を守ることができたわ。クレイ、正義の尊さを知り、悪の道を捨て、命がけでゾランの遺跡を守ったギャンドラーの傭兵コマンダー、デビルロック・クレイ。しかし彼を待っていたのは死という、あまりにも悲しい結末だった。ロムは悪に対して一層の憎しみを抱き、ギャンドラーとの戦いに情熱の炎を燃やすのだった。負けるな、ロム。戦え、権利バイカンフー。サラはオイラたちに突っかかってきた突っ張り娘。なんて小憎らしいやつだと思ったけど、彼女はオイラたちにクリオの町の異変を教えようとしていたんだ。この町の大人たちは催眠音波を使うワイズマンとデビルロック、ガイガーロックたちに操られていたってわけだ。次回、マシンロボクロノスの大逆襲、天使の心バイカンフーを守れ。よっしゃ、マシンロボ軍団総出撃だ。